そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日はお家で一人でできる運動神経が良くなる運動パート2です。つまり応用編です。ちょっと難しいことをやりたいと思います。はい、ということで説明はこれぐらいにしといて、今日もこちらを使います。テニスボール、今日はね2つ使うよ。2つね、今日もレベルを、まずはレベル1から2、3、4、5、レベル1から5まで順を追って紹介したいと思います。応用編レベル1、ボールは2つ、いきましょう。まずは簡単、上に投げて取る、上に投げて吸収して取る、できるだけ取るときに音が鳴らないように吸収して取るね、吸収して取る、シャッシャッ、失敗しても気にしない、気にしない、へこまなくていいよ、ただの練習やからね。時間を計って30秒やりましょう。で、これができてきたら次は右で投げたやつを左手で取り、左手で投げたやつを右手で取る。こんな感じです。レベル1でした。レベル2、拍手をする。上に投げて拍手の回数を増やしていきましょう。これちょっと難しいねんな。まずは1回、ふう、2回、ふう、3回、4回、できるかな。できるよ。5回、オーケー、できた。そう、できた時は喜ぼうね。レベル2でした。レベル3、お手玉をするね。お手玉、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 まずはちっちゃいお手玉から。ちっちゃいお手玉できてきたら、ちょっとずつ大きく、広く、高く手を広げてできるように大きくやりましょう。で、こっちができたらもちろん逆回りも、右ができたら左もする。それがコーディネーショントレーニングの鉄則です。鉄則、ルールみたいなもんや。はい、右ができたら左、右ができたら左。はい、じゃあ次はこれをやりながら、片目をつぶっていきます。まず右目をつぶります。右目をつぶって、次は左目をつぶって、できても失敗しても気にしない。こっちができたら逆回りも、右目をつぶって、左目をつぶって、はい、このように同時にいろんなことをすることで運動神経が良くなります。手だけの運動じゃなくて、しっかり目を閉じたり開いたりする、そういうね、いろんなことを組み合わせることでどんどん運動神経良くなっていくからね。これがレベル3でした。レベル4、次は一つを上投げて、もう一つは腰を回してキャッチする。やってみましょう。投げて回して取る、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 逆も左手も一緒、投げて回して取る、投げて回して取る、投げて回して、あ、できたよ。投げて回して取る、投げて回して取る、はい。これができたらね、腰回しなくて膝を入れる、膝通しでもいいよ。例えば投げてパンパン、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 あ、当たった。まあこんな感じ。これがレベル4。レベル5、これがファイナルステージ、最後のレベルです。5、ちょっと難しいよ。一つを、背面、後ろからポッて上に投げて、もう一つの手で、お、もうこのやってみよう、やってみようね。こんな感じです。できたね。
逆も一緒。これ逆難しいね。おかち苦手やね。あ、できた。あ、できた。あ、できた。はい、レベル5でございました。はい、こんな感じです。いかがでしたでしょうか。応用編ちょっと難しいね、ちょっと難しいね、わかるわかる、うん、でもできてもできなくても気にしない、これがコーディネーショントレーニングのコツです。 OK? ということで、このミスターおかっちのチャンネルでは勉強とかスポーツに役立つ情報をどんどん動画にしていきたいなと思っております。ですので、ちょっとでもいいなって思った人はいいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録もお忘れなく。そんな感じです。また会いましょう。バイバーイ、さよなら。ふっ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 ふ、いいね。